皆さんこんばんは。こちら7月5日現在ですけれども、時間が8時半ですね。今8時半です。8時40分、8時半ですね。日本時間だと12時半ぐらいでしょうかね、今現在ね。また地震がありました。7.1マグニチュード7.1ですね。はい、ごめんなさい、今テレビでやってますけども、昨日もですね、6.6かな、マグニチュード6.6の地震がありましたね。昨日は午後2時とか3時ぐらいだったかな、にかなり揺れましたけれども、物が落ちるとかそういうのがなくて、横揺れで、まあ多分ね、日本に住んでる人だったら、このぐらいだったらね、ちょっと強い揺れだなぐらいの感じです。で、昨日の地震は被害はそれほどありませんでしたし、多分今日のもね、横揺れで大きく揺れたんですけれども、多分そんなに被害はないと思います。ただ震源地が、やはり昨日と同じところで、モハベデザートというところなんですけれどもね、ミリタリーのね、ベースキャンプがあるところなんですね。あと、エドワード空軍基地がある場所の近くなんですよ。で、まあ、軍施設があるところの近くなので、まあ、それと直接した原因っていうのは分かりませんけれども、多分そういったコミュニティではね、多分調べて、後々情報が上がってくると思うんですけれども、自然のその地震なのか、それとも何か背景で動いてる地震なのかは今のところ分かりませんけれども、まあその両方の観点から、見てみたいと思いますけれども、こういう自然現象というのは確かに宇宙規模で、地球規模で、変動してると思いますんで、自然災害というか、自然のそういったことは起きると思うんですけども、片や今はそういった地震兵器とか気象操作とか、そういったエナジーウェポンっていうのがありますのでね、そっちの方も考慮しながら、この現実で起きるね、災害とかっていうのを、見てみなければいけないなと思っています。日本も台風ではなくて、この間ね、九州で2、3日前豪雨がありましたけれども、ああいったものもね、ちょっと疑ってみる必要があるかなと思いますね。で、早速ネットでね、そういう動画を上げてる人がいて、九州の熊本かなに住む人が YouTube にアップしてましたけれども、2、3日前からケムトレールがね、大量に撒かれていたというようなことを報告していましたね。で、まあこのケムトレールというのは、結局は晴れてれば見えますけれども、例えば曇り空でも結局雲の上では散布されて、そこにまあねえ、エレクトリックマグネティックウェーブというような電磁波ですね、を照射して、人工的にそういった雨雲を作って大雨を降らしたり、とどまらせたりね、ということができるテクノロジーがもうすでに開発して使っている組織がありますのでね、まあ、そういったものも考慮して現実を見ていかなければなと思いますね。まあ、とにかく今ちょっと地震があったということで、動いてますね。ちょうどあの辺ですね。ロサンゼルスが下の方に映ってますけどね。で、今、震源地のマークがありますよね。ここがちょうどモハベ砂漠、その上がデスバレーですね。
右がラスベガスがあって、左がベイカーズフィールド。で、このベイカーズフィールドのちょっと手前の山ですね。ここが僕がいつも行く、キャンプに行く山があるところなんですけども。お、画面が野球に変わっちゃいましたけど。まあ、とりあえず、そういう、地震があったっていうことをちょっと報告しておきます。ライブ中継でした。どうも。